はい、パッドレッドロゲームチャンネルです。今日はですね、電車大好きプラレールがいっぱいやっていきたいと思います。新幹線にね、乗ってみましょうね。まあ、約ね、10分で終わるんで。まあ、助かりますけどね。スピードどんぐらい出んだろうな、これ。発車メロディは普通の発車ベルなんですね。はい、出発進行。丸ボタンが警笛ボタンか。ご乗車ありがとうございます。この列車は新大阪行はきい、です。新大阪行きですね。This Super Express is bound for 新大阪。一応、新大阪のことを言ってると思うんですけどね、佐賀県の駅のことを言ってるのかもしれません。大阪駅ってね、佐賀駅の、次の停車駅は佐賀県の The ね、next stop とある is 駅のこ名古と屋。を連想して言ってるのかもしれませんけど。おお、もう200キロ出てる。すごいね。すごいよね。平気で住宅街があるところでね、住宅街で平気で新幹線が260キロ出して走ってますからね。第三閉塞進行。子供が飛び出しに出とったらね、大変ですよね。普通に横切れそうだし。この線路。これどうしようかな。感じで行って。どのくらいでブレーキをかければいいのかがね、いまいちわかんないんだけど。で、あ、飛んでる。感じでね、どうしよう。まあ、ここでちょっとブレーキをかけて。警笛を鳴らしてって感じか。第一閉塞進はい、行。進行、マックス。2階建て新幹線ですね。2階建て新幹線もな、少なくなったよね。まあ、120キロぐらいでいいか。まもなく名古屋に行はきい、名古屋に着きます。We will soon make a brief stop at 名古屋。まあ、こういう感じで。あと14秒しかないけど。こういう感じで行って、2ポイント減点か。あとは閉まりました。で、発車します。次は京都ですね。京都なんですけどね。まあ、京都愛を持てっていうメッセージがね、込められて京都ってつけてるのかもしれないですけど。
まあ、このゲームで大切なメッセージを、ね、伝えているのかもしれませんね。郷土愛を持っててね。何キロぐらい出せばいいのか。あ、鉄道ファイター、ちょっと出すか、スピード。お、またマックスだね。で、まあこの辺かな。配置閉塞進行。やばかったら非常ブレーキ使えばいいしね。まもなく京都に到着。はい、京都に到着。This will make a brief stop at 京都。あ、もう10秒遅れてるし、ね、結構ダイヤがきついんだよね、簡単な割に。こんな感じでどうしようかな。この辺でブレーキをかけて、またホームが長い。こういう感じでいけばまあ大丈夫かなって思うんだけど、1分5秒も遅れてる。荷物積もる非常ブレーキ。あ、なりました。で、ドア閉まっていきます。これね、ノッチ10もいらない気がする。ノッチ5でも結構あるよ。次の停車駅は新大阪。まあいいか、ノッチ10にしてあと30秒か。次の停車駅は新大阪。新大阪、佐賀県のこと言ってるのかもしれないですけど、ちょっと待って、そこは分かんないですけど、3ポイント。さあ、何キロぐらい出しましょうかってところなんですよね。お、またマックスだね。まあ、260メートル、2600メートルになったら B5 にして。どうだろうかな。まあこんな感じ、ね、ご利用ありがとうございます。まもなく新大阪に到着。はい、新大阪に到着です。 We will soon make a brief stop at 新大阪。こういう感じで、1分遅れてるって、1分遅れるって結構致命的な気もするけど、まあそれクリアできればね、いいんでね。まあこういう感じでいきまして、3、2、
5ポイントの減点か。到着おめでとう。まあエンディングはないんでね、まあこれで終わりですね。95点が合格、まあ、70点以上取ってれば合格なのかな。これでエンディングがないからな、ちょっと寂しいね。あ、エンディングがあるのか。じゃあエンディングです。はい、こんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。